こんにちは。いつもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。パーソナリティの多田翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれども、マーケティングについてです。マーケティングでの顧客理解を掘り下げていきます。キーワードは顧客の負になります。顧客の負とは何でしょうか？そしてどのように顧客の負を見つけていけばいいのでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日はマーケティングでの顧客理解についてです。私はマーケティングでは顧客理解はすごく大事なことだと思っています。で、これは大げさなことではなくて、もしマーケティングで最も大事なことは何かと問われれば、私はおそらく顧客理解というふうに答えると思います。それぐらい顧客理解というのは大事にしていることです。では顧客理解とはそもそもじゃあ具体的に何を理解していけばいいのでしょうか。端的に言えば顧客課題になります。もう少し解像度高く見ていくと、まずはそもそもの誰が顧客か、顧客像になります。どういった人たち、単なる性別とか年代だけではなくて、どこに住んでいるか、どんな生活スタイルを送っているかといったような、広くそのお客さんを B2C であれば、一般消費者ですし、B2B のビジネスであれば、取引先、顧客になる見込みの企業をより深く理解していきます。で、その後に顧客課題なんですね。顧客課題というのは、もう少し前もって前に戻していくと、そもそも何かしらお客さんというのは問題を抱えています。で、その問題というのはすでに顕在化して、これが問題だというふうに捉えているものもあれば、まだお客さん自身が気づいていない、でも潜在的に問題があって、いずれは顕在化するであろう。こうした少し奥にある問題もあります。じゃあ、顧客課題というのは、その問題に対して何をやるかになります。お客さんがやりたいと思っていること、やらなければいけないと思っていることです。で、その時に顧客理解をもう少し顧客課題の観点で理解していくときに大事だなと思っているのは、お客さんが抱えている負なんです。で、負というのは、不便とかの負を書くんですけれども、不便以外にも不安とか、不満、不都合、あるいは不快感ですかね。こういったものを総称してお客さんの負と言っています。何かしら解消したいと思っていることです。で、先ほど問題には顕在化されているものと潜在的なものがあるということを言いましたが、このお客の負にも表面的な負と本質的な負、より奥にある負の2種類があります。表面的な負というのはお客さん自身がすでに気づいている負です。これを不満だと思っている。何か聞けば何か不満はありますかと聞いたときにすぐに言葉になって出てくるもの。これが表面的なすでに顕在化している負です。一方でもう一つの本質的な負。これは何でしょうか？イメージで、氷山の一角ってあるじゃないですか。海面に氷の塊が浮いていて、海面上に浮いているのは氷の一部分で、その海面の中にはさらにこう、より大きな体積の氷の塊がある、あのイメージなんですけれども、本質的な負というのは、水面の下にあるものになります。外からは見えないんだけれども、奥深くにあって、それがこう、顕在化されると、一気に、これは負であると、何とかしたいというように思えるようなもの、これが本質的な負になります。お客さん自身は、普段は気づいていないんだけれども、そうだと気づかされれば、行動につながる。あるいは、時には習慣すらも変えてしまうような、変えたいと思ってしまう負になります。はい。ここまで顧客の負は何か、そしてなぜ顧客の負を見極めていけばいいのかというのを顧客理解の観点から見てきました。いかがでしょうか。で、ここから最後、後半はですね、じゃあお客さんのその負ですね、特に本質的な負、別の言い方をすれば、潜在的にこう潜んでいる、奥に潜んでいる負、をどういうふうに見つければいいのかをいくつかのアプローチ方法をご紹介します。はい。お客さんの負を見つけるやり方なんですけれども、一つは N1 分析と呼ばれるものです。皆さんは N1 分析という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか ?N1 というのは、もともとはサンプルサイズの N が1ということで、一人のお客を深く徹底的に理解して、理解するだけではなくて、しっかりとその抱えている問題、顧客課題に共感をしていくところまで行く。これが N1 分析になります。単純なこうアンケートだけではなくて、しっかりとインタビューやヒアリング、対話を通じて、そのお客さんの生活スタイルだとか、
ビジネスであれば、業務状況も含めて、まあ、可能な限り深く理解していく。そこから、何度もこうキャッチボール、対話のキャッチボールをする、やり取りをすることによって、しっかりとお客さんは普段どんな負を持っているのか、そしてその負をどれぐらい解消したいと思っているのか、まあ、解消すればいいなという、ライトなものなのか、それともお金を払ってでも何としてもこの負を解消したいと思えるか、これぐらいの深さで本質的な負は何かというのを N1 分析から見ていきます。はい、2つ目のアプローチ、これは私が時々やって、意識していることなんですけれども、あえて遠回りで顧客の負を掘り下げていくやり方です。で、遠回りというのは直接的に負を聞かないんですね。なぜかというと、ここで見出したいのは表面的な負ではなくて、よりこう奥にある本質的な負だからです。で、直接聞いてしまうと、出てくるのは表面的な負なんですね。というのはすでに言語化していて、説明がしやすいからです。しかし、マーケターがより理解したいのは本質的な負なんですね。お客さん自身も気づいていないんだけれども、そうだと気づかされれば、すごく、行動のドライバーになっていく負になります。で、そこで遠回りで掘り下げるなんですけれども、具体的にはすでに満たされているもの、好きなもの、こだわっているもの、まずを聞きます。そしてなぜそれが満たされているのか、なぜ好きなのか、どこにその、こだわりがあるのかというのをまずは掘り下げていきます。で、そこから遠回りになっていくんですけれども、じゃあ一方でそれに比べて何が満たされていないのか、何がまだ好きではないのか、何が不満なのかという、すでに満たされているもの、好きなものと比べる、対比をすることによって、負のきっかけを見出していきます。で、そこからは N1 分析にもつながるんですけれども、遠回りでしっかりと掘り下げていく。これがあえて遠回りで負まで掘り下げていくやり方です。はい、では3つ目ですね。これは質問の問いかけの仕方をで言葉の選択になります。で、掘り下げるときに最もよく使う質問というのは、なぜとかなんでだと思います。で、ここではあえてなぜではなくて何がという why ではなくて what ですね。what を使って深掘りをしていきます。なぜではなくて、じゃあどうして何がを使うのでしょうか。これは特に日本語がそうかなと思っていて、こう人はなぜと問われれば、こう質問されているように感じてしまうんです。で、日本語ではと言ったのは、英語で why と聞かれるのと、日本語でなんでとかなぜって聞かれるのって、なんとなくこう受け手の印象として違うのではないでしょうか。で、なぜと問われれば、質問されているようになって、なんとかこう、理屈で答えて、こう考えて、取り繕ろうとするというのもともすれば起こるんです。で、そうするとそこに、本質的な風に行かずに、表面的な風にとどまってしまうんですよね。したがって今聞きたいのは表面的な風ではなくて、繰り返しになるんですけれども、本質的な負、まだすぐにはお客さん自身も言葉にできていないような負です。で、これをなぜそう思ったんですかではなくて、例えばなぜそれは好きなんですか、なぜそれは嫌いなんですか、なぜと、繰り返すのではなくて、何がそう思わせているんですか、何があったからそう感じるんですかという、何がというふうに聞きます。で、何がと聞かれれば、イメージが少し浮かんでくるかなと思うんですけれども、ややこう客観的に聞かれているように感じるんです。なんとなくその主体がなぜだと、なんとかこう正しく答えなきゃいけないと思うんだけれども、何がと答えると、もう少しこう距離を置いて、冷静に見つめることができます。それによって、こう理屈で答えるのではなくて、本のようなものが出てくる。その本音からしっかりとお客さんが抱えている不満、不便、不安、不都合、そして不快感、こういった負を掘り下げていく。これがなぜではなくて何がで深掘りをするやり方です。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、フォロー、チャンネル登録をしていただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。